ヘンリー6世、イングランド王。ヘンリー6世、ヘンリーバイ、1421年12月6日から1471年5月21日は、ランカスター朝最後のイングランド王、在位、1422年8月31日から1461年5月4日、1470年10月30日から1471年4月11日。 フランス王も兼ねた在位1422年から1453年1437年まで摂政が貢献。ヘンリー5世とフランス王シャルル6世の娘キャサリン・オブ・バロワの子。同時代人からは、平時は平和主義で経験だが、非常時は自身が直面した過烈な構想には不向きな人物として描かれた。彼の精神錯乱と生まれ持った白愛心は、 やがてバラ戦争の開始による自身の没落とランカスター朝の崩壊、ヨーク朝の台頭につながった。ヘンリー6世は1421年12月6日、ヘンリー5世とキャサリン夫妻の唯一の子としてウィンザー城で誕生し、1422年8月31日、生後9ヶ月で父の死によりイングランド王位を2ヶ月後の10月には母方の祖父である。 シャルル六世の死により、1420年のトロワ条約に従って、フランス王位を継いだ。当時20歳の母は、シャルル六世の娘として、疑惑の目を向けられ、息子の養育に十分な役割を果たすことは許されなかった。翌1423年9月28日、貴族たちはヘンリー六世に忠誠を誓った。彼らは、国王の名の下に議会を召集し、 ヘンリー六世の青年まで摂政会議、評議会を置いた。叔父の一人ベッドフォード公ジョンは王国の摂政に任命され、フランスでの戦争継続に当たった。ベッドフォード公の不在中イングランド政府の主犯は、五国教に任じられた、もう一人の叔父で、ベッドフォード公の弟、グロスター公ハンフリーであった。ヘンリー六世の任務は平和の維持と議会の召集に限定された。 ウィンチェスター司教ヘンリー・ボーフォート1426年以降は、スーキ教と弟のエクセター公、トマス・ボーフォートは、ヘンリー6世の王子、ヘンリー6世の祖父である、ヘンリー4世とボーフォート兄弟は共に、ジョン・オブ・ゴーンとの子であったが、彼らは腹違いであり、評議会の重要人物であった。1435年のベッド・フォード公の死後、グロスター公は、 摂政の座を要求したが、これは、評議会の他のメンバーの反対にあった。1428年からヘンリー六世の森役は、ウォリック博、リチャード・ドビーチャムで、彼の父トマスは、リチャード二世の統治に反対した、貴族勢力の中心人物であった。ヘンリー六世のイフテイ・エドマンドとジャスパーは、未亡人となった母が秘書官で、 事実婚の相手でもあった応援チューダーとの間に儲けた子であり、後にそれぞれリッチモンド博とペンブルック博に譲された。エドマンドはマーガレット・ボフォーとボーォーと兄弟の王名でヘンリー六世のまた十枚と結婚、二人の間に生まれた子が後にイングランド王位につくヘンリー七世であり、ヘンリー六世にとって王いにあたる。 ヘンリー6世は1429年11月6日、8歳の誕生日の1ヶ月前に、ロンドンウェストメンスター大聖堂で、イングランド王の戴冠を受けた。そして母方のおじで、バロア朝のシャルル7世が4ヶ月前の7月17日に、ランスノートルダム大聖堂で、フランス王戴冠式を挙行したことを受け、1431年12月16日、パリのノートルダム大聖堂で、 フランス王として体感した。ヘンリー五世の死後、四百二十九年五月のオルレアン方位戦と六月のパテイの戦いにおける、ジャンヌ・ダルクの勝利に始まるバロア朝の湿地回復の中、イングランドにおける百年戦争継続の機運は失速していた。フランス前線で指揮を取っていたベッドフォード公は、なんとか劣勢を覆そうと奮闘したが、イングランド用ノルマンディで、 現地住民の不満や軍事費がかさむ赤字財政が増大してゲリラで身動きが取れず同盟者のブルゴーニュフィリップ三世全領公もイングランドとの協力に消極的でネーデルラントの完全領有しか関心を示さなかったおまけにグロスターコンがネーデルラントを自分のものにしようと1424年に勝手に出兵全領公と対立して ベッドフォード港から軍事行動を停止させられる全領港がイングランドに愛想をつかし、フランスへ接近していくなど事態はイングランドフリに傾いていった。1429年から和平の動きが英仏館で見られ、1435年8月に北フランスのアラスで、フランス・イングランド・ブルゴーニュの講和会議が開催された。しかし、英仏館で和睦ないように、 折り合いがつかず交渉は、決裂、9月6日に、イングランド代表団が引き上げると残ったフランスと、ブルゴーニュが会議を続け、14日に、ベッドフォード校が、死去、1週間後の21日に全領公とシャルル7世が、アラスの和役を締結してブルゴーニュは、フランス支持を、表明、100年戦争から離脱した。翌1436年4月に、パリが、フランス側に奪還され、 続くフランスの反撃にもイングランドは有効な手を打てず1441年までにパリを含むイルイコールドイコールフランスシャンパーニュを成す術もなく失っていった。残る大陸領は北のノルマンディと南西のアキテーヌ北東のカレーだけとなっていった。イングランドでも正解はグロスター公と防法と数気教の対立が生じ、防ーと数気橋は グロスター公の権力制限を、評議会に働きかけて実現。これに起こった、グロスター公は1422年から、暴報と数奇教の弾劾や彼の派閥解体及び、自派の勢力拡大を企て、たびたび数奇教への残念や暴報と派の、評議会からの解任を試みた。ベッドフォード公は、両者の対立を収集すべく1425年と1433年の二度に、 渡り、イングランドへ帰国して仲裁したが、1433年以後は、暴法と派の優勢となり、グロスター公は、政界の影響力を失った。母が亡くなった1437年に、ヘンリー六世は、青年となって、申請を開始したが、すぐに一握りの長身たち、お互いに、退仏戦争に関する方策で意見が対立している、貴族たちに宮廷を好きにさせてしまった。 若い国王は、フランスとの平和政策を好むようになっており、同様の思考を持つ母方と数奇教、サフォーク博、ウィリアム・ドラポールの派閥をひいにしていた。一方で、戦争の継続を訴えるグロスター公やヨーク公、リチャードはないがしろにされ、1440年に和平派が取り計らったウルレアン公、シャルルの釈放に、グロスター公が反対したが押し切られ、1441年に、 ゴサイエレノアが国王図その罪で終身刑に処されたグロスター公は宮廷出資を禁止され権制を失いヨーク公は1440年にノルマンディ総督に任命され同じく宮廷から遠ざけられ暴報と派が中心の和平派がヘンリー六世の側近として実権を握った暴報と数奇教とサフォーク博はフランスとの平和を求める最善の道は シャルル七世の王妃マリー・ダンジューの命にあたるマーガレット・オブ・アンジューとの結婚であると国王に問いた。ヘンリー六世はマーガレットが驚くほど美しいとの報告を受けた時にはとりわけ結婚への同意を示し、1444年にサフォーク博をシャルル七世のもとに派遣した。シャルル七世はフランス側からは持参金を提供せず、代わりにイングランドからマリーの弟で、 マーガレットの父、ルネダンジュエメーヌとアンジューを割譲されるとの条件で結婚に同意していた。これらの条件はトゥール条約で同意されたがメーヌとアンジューの割譲はイングランド議会には秘密にされた。イングランド市民から大きく不況を買うことが明らかだったからである。結婚は1445年に行われた。ヘンリー六世はメーヌとアンジュの活用が不評でグロスターヨークの 両公爵から反対されることが分かっていたため、その実行をためらっていた。だがマーガレットは国王にやり通すように仕向けた。1446年に条約が公になると、案の定不評で民衆の怒りはサフォーク博に向けられたが、国王と王妃は彼を擁護した。1447年、国王と王妃は議会の召集に先立ち、 グロスター公を反逆の容疑で召喚した。これは、グロスター公の性敵である、サフォーク博、ボーフォート数奇教とその老いである、サマセット博エドムンド・ボーフォートにそそのかされたものであった。グロスター公は、ベリーセント、エドムンズに監禁され、2月に、審理の前におそらくは、心臓麻痺のためそこで亡くなった。4月に、ボーフォート数奇鏡も亡くなると、 宮廷を掌握したサフォーク博が国王夫妻の信任のもと全権を振るっていった。ヘンリー六世の推定相続人であるヨーク公は宮廷から締め出され1445年にノルマンディ総督を解任され1447年にアイルランド総督へ転出された。一方で彼の性的サフォーク様セットの両伯爵は公爵に少女された。公爵位は 通常、君主の直系の謹慎のみに与えられるものであった。サマセット校は戦争指導のためヨーク公の公認のノルマンディ総督に任じられ、フランスへ赴もき、サフォーク公は支持者を増やす一方で宮廷の評議会で大貴族などを排除して、先制体制に走った結果、ヨーク公や多くの貴族を敵に回すことになった。ヘンリー6世の統治の後半、法と秩序の崩壊。 汚職、王領の長身たちへの分配、王室財政の窮乏、フランスでの工場的な湿地といった要因で統治は、ますます不評になっていた。この不評は1450年1月に、国王の取り巻きの中で、最も人気がなく、反逆者とみなされていた、サフォーク公への庶民員の反対運動という形で表出した。前年の1449年、 フランスでの軍事行動を指揮していたサマセット公はヘンリー六世と親しいブルターニュ公フランスは一世の弟ジロー1445年から監禁していることを口実に三月にブルターニュの都市フージェールを奪い取ってノルマンディで再び先端を開いたが七月からフランス軍に三方向から攻撃されフージェールを奪会され十一月四日にルーアンを奪われ カーンまで押し返された。軍事的失策と戦線への激しい非難にさらされた、ヘンリー6世はやむなく1450年3月にサフォーク港を追放したが、彼を乗せた船は英仏海峡で待ち伏せされ、5月に暗殺された。サフォーク港の遺体はドーバーの浜辺で発見された。ノルマンディ方面も危機を迎え、3月に 戦況打開を図りトーマス・キリエル率いる援軍をノルマンディーへ送ったが4月15日にアルティウル・ドリッシュモン大元帥フランスは一世とジルのおじが率いるフランス軍がイングランド軍をフォルミニーの戦いで破りキリエルを捕獲したフランス軍は勢いに乗り7月1日にカーンを占領8月12日にシェルブールも奪取してノルマンディーを完全制圧ヘンリー5世が 苦労の末勝ち取ったすべての州を奪還した。往々にして報酬を支払われることがなかった帰還兵たちはイングランド南部諸軍における無法状態を助長した。5月、ヨーク港に共感し、ジョン・モーティマーと称するジャック・ケイドがサザークのホワイトハート・イン、ホワイトハート・白いおじかは王位を追われたリチャード二世のシンボルであったを本拠として、ケントの反乱を引いた。 反乱軍は政府批判とヨーク公の宮廷登用など体制刷新の意見を携えロンドン近郊のブラックヒースまで接近。ヘンリー六世は反乱を沈めるため軍を率いてロンドンに向かったが彼は軍の半分がセブンオークへ撤退した経度に対峙している間残りの半分を待機させておくよう説得されたため軍を二分する過ちを犯した。経度は 半数の国王軍に勝利し、ロンドンを占領するため進軍し6月に入場した。ヘンリー六世は敗北を受けて、ウォリックシャーへ逃亡。反乱軍は、ロンドンで略奪を働いた末に、国王派の説得を受けて解散した7月に k 度は、サセックスで戦死。結局反乱は、何の成果もなく、数日間の無秩序の後、ロンドンは再び王軍の手に返したが、この反乱は、 不満が高まっていることを示すものだった。9月に、ヨーク公がアイルランドから帰国して、政治改革を主張し始め、ヘンリー6世や側近集団は動揺した。ヨーク公は王に危害を加えず、側近の処罰や、恣意的政治の撤回を求め、議会も彼の運動を支持したが、ヘンリー6世とサマセット校、サフォーク公に代わり、側近となっていたは、要求を拒絶。 翌1451年5月に議会を解散して、サマセット公が国王と王妃の指示を得て、先制政治を継続した。しかし、ヨーク公はこれで諦めたわけではなく、地方の紛争に介入して支持者を増やす作戦に切り替え、以後も、宮廷への挑戦を試みていった。1452年1月、ヨーク公は、ヘンリー六世へ不満事項と、宮廷一派への要求を記したリスト、 サマセット公の逮捕も含むものであったを示し、1450年と同様の趣旨を書いた意見書を提出し2月にシュロップシャーのラドロー城で拒兵、ヘンリー6世ら宮廷派もたちにロンドンの防備を固め出陣した。ヨーク公の主張は広く受け入れられており、ロンドンの南部で両軍はこ着した。ヘンリー6世ははじめヨーク公の要求に同意したもののマーガレットが、 サマセット公の逮捕を阻止すべく干渉した結果、3月に両者は和睦したがこれは型ばかりであり、実際は軍隊を解散し、ヘンリー六世に挙兵をしないことを誓わされた、ヨーク公が劣勢を強いられ、サマセット公は変わらず国王の下で先制を続けられた。こうして1453年までにサマセット公の影響力は回復し、ヨーク公は再び孤立、宮廷派は、 王妃解任が公表されたことで結束力も増した。だが、イングランドで清掃が繰り広げられている間、フランスでのイングランド敗退は止まらず、1451年6月に、アキテーヌの都市ボルドーが、フランス軍に奪取され、ヘンリー2世紀の時代から、イングランドの占領下にあったアキテーヌ公領が、フランス側の手に落ちた。1452年10月、サマセット公が挽回を期して派遣した。 シュルーズベリーハクジョン・タルボット率いるイングランド軍は、アキテーヌに進攻して、ボルドーを奪還し、いくらかの軍事的成功を収めたが、1453年7月17日のカスティヨンの戦いで敗北して、シュルーズベリーハクは戦死、ボルドーは10月19日に再び奪われ、大陸におけるイングランドの拠点は加齢を残すのみとなっていた。この時点で百年戦争の事実上の 集結とされている。大陸領を最悪の形で喪失したことは、サマセット公の評判を著しく加工させたばかりか、後ろ盾であったヘンリー六世の精神作乱を、もたらし政権基盤も弱体化、ヨーク校の逆襲が開始され、内乱を招く元となった。そして、それは、バラ戦争の勃発と、ランカスター朝の滅亡という取り返しのつかない、結末へと向かうことになる。 8月にカスティヨンの敗放を受け、ヘンリー6世は精神疾患に陥り、自身の周りで起こっていることを全く認識できなくなってしまった。これは、その後1年間続き、エドワードと名付けられた息子の誕生、10月13日にも反応できなかった。ヘンリー6世のこの病は、おそらく母方の祖父で、その死の前の30年間にわたって断続的に精神錯乱を起こした。 シャルル六世から遺伝していたと考えられる。ヘンリー六世が統治不能に陥るとサマセット公の独裁を恐れる評議会は直ちにヨーク公へ助力を要請。承諾したヨーク公は評議会入りして政権へ参加、政敵サマセット公を11月にロンドン島へ投獄して自身が政権を握る一歩を踏み出した。ヨーク公は下野していた間、ネビルフ氏、ソールズベリー博、 リチャード・ネビル、ウォリック・ハク、リチャード・ネビルという重要な同盟者を得ていた。ウォリック・ハクは最も影響力を持った大諸公の一人であり、おそらくヨーク・公自身よりも豊かであった。王妃は息子の多い継承権を守るため摂政就任を評議会に要求したが却下され、ヨーク・公が1454年3月に五国教として摂政の座に指名された。ヨーク・公の支持者たちが、 王子、エドワードの父親は、実は、サマセット公だとの噂を流している間、王妃は完全に排除され、サマセット公は、ロンドン島に監禁され続けた。その他奥区の折衝としての人気は、政府の資質超過問題の解決と、ソールズベリー博羅支持者の官職任命に費やされた。だが、百五十四年のクリスマスに、ヘンリー六世が正気を取り戻すと事態は再び、 ヨーク派不利に傾いた。ヘンリー六世がサマセット公を釈放させるとヨーク派に対する反動が巻き起こり、翌1455年1月にヨーク公の五国協会人をはじめヨーク派が官職を追われ、復帰したサマセット公が権力を振りかざしヨーク派の政策が否定される従来の路線に逆戻りした。3月にヨーク公 ソールズベリー博らは治療へ引き上げたが、ヘンリー六世はヨーク派を反逆罪に問うことを決意、危機感を抱いた、ヨーク派は軍勢を集め、ヘンリー六世サマセットコーラランカスター派も対抗して、軍を増強、もはや内乱は避けられなかった。ヘンリー六世の治性下で実力を増していた、不平貴族たち、最重要人物はネビルフ氏であったわ、ヘンリー六世と対立するヨーク公の要求。 はじめは接政くらい、後に、王位事態に対する要求を支持することで、積極的に事態に関与した。これら諸公の思惑が交錯する中で5月に、バラ戦争は勃発した。初戦の5月22日の第一次戦闘オルバンズの、戦いでランカスター派は大敗、ヘンリー六世は捕らえられ、サマセット公とノーサンバランド博ヘンリーパーシーは、戦死した。ヨーク公はまだ、 ヘンリー六世支持を表明していたため、戦後ヘンリー六世はヨーク派にロンドンへ連れ戻され、11月にヨーク公が五国教に再任され、ヨーク派政権が再度成立したが、王妃マーガレットがサマセット公に代わり、宮廷を支配してヨーク公と対立、次の内乱に向けて両者は戦自宅を整えていった。1455年から1459年の4年間は、 戦争がなかったが、それは、両者の妥協による、不安定な政権運営で成り立っていたからだった。ヨーク公は1456年2月に、五国教を辞任したが、ヘンリー6世はヨーク派の官職を留任させ、評議会出席も許すなど優和に当たった。マーガレットはそうした中で宮廷をコベントリーへ移動、密かに支持貴族や軍勢をかき集め、ヨーク公も地方へ出向き紛争調停で、 勢力拡大を図る中、ヘンリー六世は次第に無気力となり、信仰に捧げるようになっていった。1459年、王妃がコベントリーへ軍を招集し、身の危険を感じた、ヨーク派が離脱したことで先端が開かれた、ブロアヒースの戦い。しばらく一進一退の戦況だったが、1460年7月10日のノーサンプトンの戦いで、 ヘンリー六世はヨーク派に捕らえられ、ロンドンへ送られたが、マーガレットは、息子エドワードと共に抵抗を続け、12月30日の、ウェイクフィールドの戦いで、ヨーク公ソールズベリー博を打ち取った。しかし二人の息子マーチ博、エドワード、後のエドワード四世とオリック博は、生き残りランカスター派との戦いを継続した。この内乱の中で、 ヘンリー六世はしばしばヨーク派に捕らえられた。捕らわれの身の間にまたも、彼の精神状態は悪化し、ヨーク派に捕らわれていた間の1461年2月の第二次戦闘オルバンズの戦いでは戦闘の最中に、笑い出したり歌ったりのラ乱の発射に襲われていた。この戦いに勝利したマーガレットにより、ヘンリー六世は救出されたが、先立つモーティマーズ・クロスの戦いでランカスター派を、 破ったマーチ博がロンドンへ入場。首都確保に失敗したランカスター派は北へ撤退した。結局マーチ博が3月4日にエドワード4世としてイングランド王に即位し、ヘンリー6世は実質的に退位させられた。エドワード4世は続くタウトンの戦いで、スコットランドに逃げた全国王夫妻を取り逃がしたものの、王位を得ることはできた。エドワード4世世の当初のランカスター派は、 マーガレットと未だ彼女に忠誠を誓う貴族たちによる指導体制でイングランド北部とエールズで抵抗運動を続けていたが、1464年のヘクサムの戦いでランカスター派は抵抗を潰され、翌1465年にヘンリー6世はランカシャーノで捕らえられ、ロンドン島へ送られて監禁されてしまった。その頃、マーガレットは 逃亡先のスコットランドも追われ、フランスに逃亡せざるを得ない状況であった。フランスでの数年間は貧困生活が待っていたが、マーガレットは夫と息子のために王位を奪還することを誓っていた。彼女自身でなせることはほとんどなかったが、やがてエドワード4世は1469年から主要な支援者であるウォリック博と弟のクラレンスコー・ジョージと相次いで仲たがいした。 フランス王類11世の後押しで1470年4月にフランスへ亡命した彼らはマーガレットと秘密同盟を結んだ。ボリック博は自分の末娘案を7月にヘンリー6世とマーガレットの息子エドワード皇太子と結婚させた後9月にクラレンス公と共にイングランドに戻りエドワード4世をブルゴーニュへ追い落とした後の1470年10月30日。 ヘンリー六世を福井させた。しかし潜伏とそれに続く5年の幽閉の日々は、彼の健康を蝕んでおり、何も認識できない、無気力状態はさらに悪化。キングメーカーとして、権力を握ったウォリックハクとクラレンスコーが、ヘンリー六世の名の下で事実上の統治を行った。政権基盤も弱く、エドワード四世の王位を狙っていた、クラレンスコーは、当てが外れて、不満を抱き、 味方貴族への恩賞も与えられず、マーガレット・エドワード皇太子らランカスター派も一向にイングランドへ来ないなど危うい要素がたくさんあった。ヘンリー六世の福井期間は6ヶ月も続かなかった。間もなく、ボリック博は、ウルゴーニュに戦線を布告し、ウルゴーニュ公、シャルル、軽率公はエドワード四世に、大井奪還に必要な軍事的支援を与えることで、応じた。 エドワード四世は1471年3月にイングランドへ上陸、4月3日にクラレンス港を寝返らせると、11日にロンドンへ入場して、ヘンリー六世を捕らえ福井を果たした。ランカスター政権が瓦解した後、その支持勢力はヨーク派に、っこ撃破され、14日のバーネットの戦いで、ボリック博はエドワード四世に敗れ戦し、続いてイングランドへ到着した。 マーガレットらランカスター派は5月4日のデュークスベリーの戦いでヨーク派と衝突、ヨーク派は決定的な勝利を収め、エドワード皇太子は殺された。他のランカスター派の放棄も鎮圧され、マーガレットは数年間捕虜となった後にフランスへ送られ、ランカスター派は崩壊しヨーク派の支配が確立された。ヘンリー6世はロンドン島に遊兵され、 1471年5月21日、あるいは22日に49歳で亡くなった。エドワード4世よりの公的年代記、アライバルによると、テュークスベリーの戦いとエドワード皇太子の死の知らせを聞き、うつ病になって死んだとされるが、エドワード4世が暗殺を命じたのではないかと広く疑われている。一世紀以上の後、シェイクスピアの刺激、リチャード3世は、 エドワード4世の弟グロスター校、リチャード、後のリチャード3世を下主人として描いている。ヘンリー6世はチェルトシー寺院に埋葬された後、1485年にウィンザー城のセントジョージ・チャペルに移された。後世まで残るヘンリー6世の業績は教育の発展である。彼はイートン校とケンブリッジ大学キングス・カレッジを設立した。 父が始めた建築への支援を引き継ぎ、イートンカレッジ礼拝堂や、キングスカレッジ礼拝堂や彼の支援になる、他の建築物の大半、ヘンリー5世が着工し、ヘンリー6世が完成させた、シオン寺院などは、単一の後期ゴシックあるいは垂直様式の教会に、修道院と、あるいは教育機関としての基盤が付与されたものであった。毎年ヘンリー6世の命日には、 イートン校とキングスカレッジの総長が、白百合とバラそして花をかたどった両校の紋章を、ロンドン島のウェイクフィールドタワーにある、ヘンリー六世が祈祷中に殺害されたとされる現場に、手向けている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。